どうも。大久保利通さんは、いきなりだね。いろいろと政治工作を浪してみたけど、ことごとくこの人に跳ね返されてしまって。徳川慶喜さん。仕方ないので最後の手段。朝廷工作をしっかりやった上で、慶喜さんを挑発。ワンチャン狙って武力対決に持ち込むよ。武力でも慶喜さん側が圧倒的だったけど。所詮、有利な状況を作ってる間に、なんとか朝廷から錦の御旗を出してもらって。それでやっと慶喜さんに勝てたよ。ここまでめちゃくちゃしぶとかった慶喜さんが、朝敵ってされた瞬間、戦意喪失するのは興味深い。ただ幕府を倒しても、幕府の領地は全国の4分の1程度なので。なんか学校で習った。残り4分の3をなんとかしないと、日本が一つになったとは言えない、外国に対抗できない。下手すると戦国時代に逆戻りしそうね。ということで反石交換、廃藩置県とやって、やっと日本が一つになりました。というところまで、前の動画で見たんだけど。そうだったね。で、廃藩置県と同じ1871年に、大久保さんは大蔵卿に就任。大蔵大臣、財務大臣か。まだ内閣制度はできてないけどね。やっぱりお金の集め方使い方を決めるのは、一番大事ってことで。大蔵卿は大久保さんなのかな。いろんな省庁の中で、大蔵省の力が突出してたそうな。今でもそうだけどね。さて、こんな政府の中枢とも言える、大蔵卿になった大久保さんだけど、廃藩置県で一段落ついたということで、どうしてもやりたいことが出てきてしまったよ。何？マリオカート？そんなものはない。海外を実際にこの目で見ておきたい。なるほど。岩倉使節団についていきたい。そりゃ行きたいよね。これまで頑張ってきたし。でもこれには、大蔵台府の井上薫さんが大反対。こんな大事な時に、いなくなられちゃ困るよね。ところで大蔵台府って？副大臣のようなもの。ふむ。で、取りやめたの？西郷さんが井上さんを説得してくれて、行けることになった。さすが西郷さん。でもこの写真の中に大久保さんいる？こっちから見て右端の人だね。ふーむ、まだおひげが短い。左端が木戸孝允さんで、真ん中が岩倉智美さんというのはわかる。後列は、右が伊藤博文さん、左が山口益香さん。それで益香さんって読むのね。てか、伊藤博文さんも全然わからなかった。岩倉さんが全権大使、他4人は副使だよ。あんまり長々と日本を開けるわけにはいかないので、半年の予定だったんだけど。いや、2年近く経ってますが。伸びちゃったんだね。伸びすぎでしょ。大久保さんはさすがにまずいと思ったのか、9月じゃなくて5月末には帰国したんだけどね。それでも伸び伸びだね。大久保さんたちがいない間に、留守政府は、大きな改革は行わない約束だったんだけど、使節団帰国が伸び伸びになったので、ちょっとだけ約束を破ったよ。いやこれちょっとだけじゃないでしょ。留守政府、すごいこといっぱいやってるじゃん。これだけの実績を作ったので、留守政府メンバーの影響力が上がるのは当然だけど、中でも大久保さんに対抗する形になったのが、江藤新平さん。さあがー。って、また功績がすごいね。多くの功績を引っ下げて、大久保さんに対抗？対抗意識があったかどうかはわからぬ。ただ、頭が良くて、頑固で、正論で押すタイプで、法律家なので討論には強くて。それでその気はなくても大久保さんとぶつかっちゃうのね。渋沢栄一さん曰く、学問があってよく物を知っていても、礼をわきまえなかったばかりに身を滅ぼした最も著しい礼。なんだそうな。ふーむ。それはさておき。とりあえず大久保さんがいない間に、大蔵省を守っていた、井上薫さんだけど、江藤さんに汚職を追及されて、大蔵台府を辞任。それから、大蔵省の権限も、かなり減らされていたそうな。そりゃ大久保さん帰ってきてびっくりかもね。それだけならまだ良かったかもしれないけど、大久保さんらが海外にいる間に、国内では政官論が盛り上がっていて。なんで盛り上がったんだろ。明治政府ができた後、日本は何度も何度も、李氏朝鮮に、国交を結ぶための外交官を送ってるんだけど、全然話し合いにならなかったそうで、朝鮮に行った外交官はみんな、政官論者になって帰ってくる、という状態だったそうな。ほう。朝鮮を訪れた、外交官の佐田白鵬さんは、帰ってきてこんな報告をしてるよ。ふむ。要するに朝鮮は、孔という文字を、日本が使うのは不遜、思い上がりだと。つまりその文字を使っていいのは、新国皇帝だけと言いたいのね。ただ日本は、1871年に、日清修好条規を結んでいて、新国は皇国とか天皇とか、日本が使ってる文字は認めてるのね。新国は認めてるのに、
朝鮮は認めないっていう、変な状態だったのね。それで何度外交官を送っても、話がつかないから。武力で脅してでも。という意見が盛り上がってきたよ。そこで出てくるのがこの方。西郷どん。西郷さんは、礼を尽くした交渉を行うべきだ。と主張して、自分が行く。と。板垣退助さんら、武力威嚇派に対しては、自分が行って、もし殺されてしまったら、その時に武力を使えばいい。と伝えて、説得したよ。死ぬ覚悟でって。それほど険悪なムードだったのか。で、西郷さんが施設として、朝鮮に行く方向で話がまとまってたんだけど。さて、西郷さんが朝鮮に行くと言い出す、少し前に帰国してた大久保さん。もちろん反対。太政大臣三条実富さんや、右大臣岩倉朋美さんと話し合って、今は内政を優先すべきなので、戦争になるようなリスクは取れない。それに何より、西郷さんの命を危険にさらすわけにはいかない。かといって、真正面から反対すると、西郷さんはお仕事全部辞めちゃうかもしれない。ということで、戦争になった場合に備えて準備が必要なので、施設派遣は延期、という方向で行こう。ふむ、西郷さんを否定するんじゃなくて、あくまで延期と。ところがそれに食ってかかったのが、江藤新平さん。江藤さん曰く、あなた方の話は矛盾している。戦争が起こることを前提としているが、そんな危機的状況であれば、延期したとしても施設を送るなんてありえない。でもあなた方は、延期した上で施設を送ると言っている。これは、戦争が起こるという前提と矛盾している。つまりあなた方は、戦争が起こる危険は低いと思っているわけで。それなら西郷氏の即時派遣を認めるべきだ。おう。でも大久保さんにしたら、いやそんなことは言われなくてもわかってるんだよ。こっちは西郷さんを説得するために、必死で駆け引きしてるんだよ。そこは空気読んでくれよ。ってところかな？そうだねー。大蔵省の権限が縮小された件もあるし。大久保さんから見ると、江藤さんはここで西郷さんに賛成することで、西郷さんを味方にして、自分の権力を強めようとしている、と思えたかもしれない。まあとにかく、江藤さんに論理的に責められて、岩倉さんや三条さんは反論できなくなって、結局、西郷さんの即時派遣に賛成してしまったよ。おう。ひょっとしたらこの件が、一番大久保さんを怒らせたのかもしれない。それで江藤さんは、江藤さんの前に、大久保さんはそれでもなんとか、西郷さんを止めなくてはならないと考え、もう最後の手段、天皇陛下になんとかしていただこう。ということで、新郎のせいか、三条さんがぶっ倒れてしまったので、太政大臣代理として、天皇に上奏する岩倉さんと相談して、即時派遣の閣議決定は、確かに天皇にお伝えするけど、同時に、岩倉さんの意見として、強く反対だということを、理由とともにお伝えしよう。ということにするよ。で、天皇陛下は岩倉さんに賛成するの？そりゃ岩倉さんは、自分の意見を補強する理由を、説得力を持って伝えるでしょ。これで施設派遣は、無期限延期になるんだけど、閣議決定を、覆したやり方がひどいということで、結局西郷さんは政府を去り、江藤さんや板垣さんも、政府を去ったよ。これを明治6年の政変と呼ぶよ。結局西郷さんに去られてしまったか。さてその後、政官論に期待していた、士族の不満が高まるんだけど、江藤新平さんは、地元佐賀の士族たちに、佐賀に帰ってきて指導してください。なんてお願いされるのね。同じ佐賀の大隈重信さんは、誰このイケメン。いや大隈重信さんだってば。へえ。大隈さんは、佐賀に帰ったら、士族の首領に祭り上げられてろくなことないから。って止めたんだけど、江藤さんは故郷の若者を見捨てておけない。ってことで、佐賀に帰っちゃって、大隈さんの思った通り、不平士族のリーダーに祭り上げられちゃったのね。おう。そして佐賀の乱が起こるよ。おう。これにはなんと、大久保さんが自ら乗り込んできて、鎮圧のため政府軍を指揮するよ。これは、よほど江藤さんのことが。で、大久保さんが来てすぐに、追い詰められてしまったので、江藤さんはもう勝ち目がないと見て、軍の解散を宣言して、佐賀を離れてしまうよ。それでもう、佐賀軍はちりぢりに？うんにゃ、まだ残って戦ってる人も多かった。ふむ。このこともまた、大久保さんを怒らせたかもしれない。首謀者が何真っ先に逃げてるんだ。と。ふむ。で、江藤新平さんは高知県まで逃げて捕まるんだけど。皮肉なことに、司法卿として、江藤さん自身が作った、指名手配写真制度で、指名手配犯第一号として捕まってしまったよ。おう。捕まった江藤さんは、自分が作った近代的司法制度による、公正な裁判を望んだんだけど、大久保さんは、江藤さんの元部下に、その場で裁判をやらせて、すぐに斬死刑、晒し首っていう、近代的とは言えない罰し方をして、
その上、江藤周大将氏なりとまで書き残してるよ。おう。西郷さんとの仲を引き裂かれた件で、よほど恨んでたのか。さてその西郷さんはというと、薩摩に帰って私学校を作って、不平士族の統率と若者の教育に当たってたよ。もうあとは故郷で教育に力を注ごうと。ところが、1876年に廃刀令と蟄録処分発布。刀と、それから国からもらってたお給料。士族は特権が一気に消滅したのね。うむうむ。それでこの年10月には、士族の反乱が連鎖的に起こったよ。熊本、福岡、山口と来るとやっぱり、薩摩も警戒されるのかな。大久保さんは、西郷さんなら絶対大丈夫と思ってたけど、政府の多数意見としては、やっぱり薩摩警戒が強くなるよ。西郷さんの私学校も、反乱を起こすためのものじゃないかと、疑う人が増えてくる。ふむむ。そこで、警視庁大警視の川路俊義さんは、市長の名目で、24人の警察官を薩摩に送るよ。川路さんも薩摩の人なのね。でも薩摩の士族たちは、単なる市長とは思わないよね。うむうむ。それから、薩摩は、最新の銃弾を、ほぼ独占生産してたんだけど、その製造設備を、明治政府は薩摩から持ち出してしまうよ。それはいよいよ薩摩士族は収まらなくなるんじゃ。もともと、薩摩藩士がお金を出し合って、購入した設備ではあったし、これ以後、各地の火薬庫襲撃が頻発したそうな。おう。さらにまずいことに、谷口さんという士族が、帰郷していた旧友の中原さんを訪問。警察官たちは、西郷さんを暗殺するために派遣された、と確信するよ。それは一体なぜ？一説によると、中原さんから、西郷さんを視察するために戻ってきた。と聞いて。もちろんこの視察は視察なんだけど、それを谷口さんは視察だと思ったと。いやいやいや。そんなおっちょこちょいありえるのか。その後中原さんらは捕まって、拷問を受けて、暗殺を自白したそうだけど、拷問された上で言ったことなので。本当かどうかはわからないのね。ただこれで、私学校の人々は一気に激高してしまったよ。なんてこった。ということで、西郷さんは、私学校本部に急いで戻ってきて、そこで私学校関係者たちの話し合いに、耳を傾けるよ。で、西郷さんと桐野俊明さんら、数名で上京して政府を詰問すべしとか。いや、それでは危ないから、少数の警護を伴って上京とか。いやいやそれでも危ないから、西郷さん以外が天皇に直訴すべしとか。いろいろ意見が出たけど、結局、桐野俊明さんが、堂々総出兵の他に取るべき道なし。と言って、それに決定してしまったよ。西郷さんは何も言わないのか。それはわからないけど、そのまま全軍出兵となったので、反対はしなかったと思われる。なぜ西郷さん止めなかったんだろう。今となっては誰にもわからない。さて、薩摩で反乱が起こったことを知った大久保さん。ショックを受けた？いや、伊藤博文さんにこう語ったそうな。不幸中の幸いと、心中密かに笑っているくらいだと。つまり大久保さんとしては、西郷さんは絶対にこんな暴発に協力するはずがない。むしろ、薩摩の過激派を一掃できる良い機会だ。と思ったらしい。ところがこともあろうに、西郷さんが大将として祭り上げられてる。大久保さんはそういう情報に接しても、確実な証拠を突きつけられるまで、絶対に信じなかったそうな。ふむ。確実だと分かった時は、そうであったかと一言言って、涙を流したと。で、大久保さんは自ら鹿児島に行って、西郷さんと話そうとしたけど、当然止められるよね。伊藤博文さんらが、絶対殺されますということで、必死に引き止めたよ。そして西郷さんが亡くなったというのを聞いた時は、号泣しながら、しばらく家の中を歩き回ってたそうな。鴨居に時々頭をぶつけても気づかずに。おう。ちなみに、木戸孝義さんも、西南戦争の最中に病死。最後の言葉は、西郷、ええ加減にせんか、だったそうな。維新の三傑のうち、一気に二人。そして大久保さん自身も、翌1878年に、清井坂付近の清水谷で不平士族に襲われて、亡くなってしまうよ。満47歳でした。むう。結局3人とも、ほぼ同時期に亡くなったのね。さて、明治前期の実質的最高権力者だったので、さぞかし資材を蓄えてるだろうと思いきや、死後の財産は、現金140円、借金8000円。その他財産は全て抵当に。マイナスだったのね。公共事業に資材を投じたり、国の借金を資材で埋め合わせたりしてたらしい。おお。私利私欲じゃなくて、まさに国のためにやるべきことを黙々とやってたのね。うむうむ。人材登用にしても、薩摩利益とかじゃなくて、能力がある人を公平に採用したそうな。ふむ。
それから、武術が苦手ということで、軟弱に思えるかもしれないけど、実際はあの人桐半次郎、桐野俊明さんが、お酒の勢いを借りて、大久保さんに何か言おうとしても、ちょっと睨まれただけで何も言えなくなるくらい、威圧感がすごかったそうな。おう。ということで、大久保さんの後半生でした。長くなったので、これにて撤退。ふむ。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。